Welcome back to Westing All. And this is the John D. Corley. Today, we're going to the end Monday. Yujo! So, da ne? Follow this marker.
I don't have been eating, mother.初めて聞くよ、あんな音。あ、今度は何だ。何か匂わない、キリト。あ、なんか焦げ臭いな、うん、それに生臭い獣臭さみたいな。セイカ、まずい。おい、見ろや、今日はどうなってんだ。また白い馬のダニが2匹も転がり込んできたぜ。どうする、こいつらも捕まえるか。男のユーマなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしね。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージは、ノー、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらぁ、ユーマのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。
つらの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ勇者。やめろ勇者。 Oh my god、no. He did。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒、今度こそ守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。夢に、夢のガキごときに俺様が負けるわけ。違う、俺の名前はイームじゃない。俺は剣士キレタだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気がある奴はかかってこい。そうでない奴は今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？No, 怪我してない？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろ、アリスの後を継いだんだろ。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。いい、ヒルヒン、普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。ユージオ、たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。
このまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっと勇士をにやってくれ。もうダメ、これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。ほえた。誰かのって。これは。ザリス。セルカじゃない。君は。誰？キリト、ユージオ、待ってるわ、いつまでも。うん、セントラルカセドラルのてっぺんで、あなたたちをずっと待ってる。Who are you? Who are you? ユージオ。うん、セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いて、いつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ、ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。Thank you.
それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。バイバイ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ、
キリト、どうかしたの？今、何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。本当だ、確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか、オルティナノスの剣撃いかなるものかを知ればいい。余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにすればいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ、君の名前は？私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うものだ。大丈夫か、二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。な？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん、当たっているみたいだぞ。メディナ、勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうするキリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ。だったらせっかく目的地が同じなんだから。なんだ、一緒にザッカリア行かないか。私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。な、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ？余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。
ムカつく。が、ここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。He's coming. What? あの人、どうしたんだろう？倒れた。助けないと。急ぐぞ。うん。大丈夫ですか？ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかったから。一体なぜそんなことに？どうしても行かなければならない場所があってね。遠出になることは覚悟していたが、気づいたら体力も限界で、ご覧の。そこまで無理をするなんて。昔花畑として使われていた場所だよ。前はそこで取れる花が。では誰かに渡すために？ああ、娘が結婚する。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。そんな時にた。だとしても無茶しすぎですよ。そうだね、昔からそうなんだ。全く父親失格だね。娘にも怒られてしまうよ。いや、確かに心配はするでしょうけど。そんなことはない。あなたの考えを知れば娘さん。メディナ。そうかな、だといいんだが。とにかく家に戻った方がいいですよ。いや、花畑を見つけるまでは帰れないよ。しかし、花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花を摘んでまっすぐ帰るだけだ。だったら僕たちも一緒に。気にするな、君たちにも目指すべき場所がある。ありがたいが、それを邪魔。わかりました。街道からそれないように気をつけて。ああ、ありがとう。
大丈夫だよね。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう。うん、そうだね。あの、はい。この近くで50歳くらいの男の人を見かけませんでしたか？もしかしてさっきのおじさんのことかな。見かけたんですね。ええ、ついさっきのことなんですけど。やっぱり花を探すために。父さんたらそんなことしなくていい。父さん？それじゃあ。はい、娘です。父さんを探してここまで花畑を目指していると思って急いで来たんですが。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。確かに距離はそう遠くありません。ですが一体どういうことです？その花畑は人里から距離があるため獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いて、多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなのです。大変だ、追いかけて引き止めないと。うん、今なら獣に襲われる前に追いつける。しかしそんな危険なことに見ず知らずの。問題ない、私たちは剣士だ。メディナ、手伝ってくれるのか？もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。なあ、ムカつく。なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。いた、間に合った。
やばい、結構強そうだぞ。問題はない、一匹残らず蹴散らしてやる。え、なんか目覚めた。死ぬ気で来い、私が相手だ。怪我はないか？ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ。感謝の言葉なら彼女に伝えてくれ。父さん！なんでお前がここに？心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない、本当に。またこうしてお前に会えてよかった。メディの？私は先に行っている。僕たちも行こうか。まあ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといい。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。そういう話だったろ。でもメディナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない、これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。ええ、お疲れ様。Where's my dear boy? There. Hey, boy.Hey there! Now what? お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。それに空も暗くなってきちゃったね。Yeah, no. It's this. なんだ、情けないな。私はまだまだ平気だぞ。まあ歩けないってほどじゃないけどさ。ユージョ、ザッカリアってあとどれぐらいだ？え？君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの？いや、ユージョがいるし、なんとかなるかと思ってさ。君ってやつは。まあいいや、そうだね。ま、なるほどな。このまま夜通し歩くってのも。私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない？いえいえ、さっきみたいな獣がいるかもしれないし。 What's up alone? How we be the? どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだ？はぁ、急いではいない。私は
武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、あ、いや野営しようぜ。野営？なぜすか？いや、お腹も空いたし、夜になった。キリとはお腹を満たしたいって気持ちが本当だよ。Can I save? Oh my god. そうだよ。Me, I save. スレイカがくれたパンと干し肉使ってバン。お、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セルカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。第一、yes. 出会ったばかりの男どもと野営なの。Yes, exactly. Okay. メディナ、さあ、私の言うことに従う。さあ。さあ。ないだろう。あ、メディナ。そうだよキリト、女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし、別に問題ないだろう。私はもう行く。なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちの子にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで。ああ、ちょっと待っててくれ、水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。俺言えるんだ、意外だな。何を言う、当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか、立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。 What the? やっぱり今日は休んで。 His voice 明日また動いた。余計な世話だ。ああ、夜に闇雲に動いたら獣に襲われる。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りと行くか。 No, let me save. 持ってきた布があるから、それで天幕を作る。 Let me save. 時になったら僕たちは外で一緒に。おお、さすがユージオ君、繊細。おい、私は言うことにまだ賛成していないぞ。よし、ユージオは。ごめんね、悪いけど、あいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもてん。うまかった。やっぱりセレカの特製調味料はさ。とはいえ、ずっとこの調味料には頼っていた。誰かさんがいっぱいた。そうか、何か言ったかい、キリト。いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは。セルカ、イエジ、セルカ is the being。 僕の友達の妹なんだ。 yeah, church. とても真面目で優しくて料理。そうか、どうしたの。いや、その娘にはうまかった。わかった、伝え。ビーバイマーガロンはどこから来たんだ。お前は何の脈絡。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか。ビーチグルマガロンへと。ユージオの村の人と。お前たちが知る必要も。意味深にされると余計に気になる。はあ、もうムカつく、面倒くさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろ。まあ、どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった、余計な詮索はしないよ。ムカつく。
まあ、おやすみ、メディナ。How can I get over the baby? 友情、枕に何も持ってない。How can I get over the baby? 持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ How can I get over the baby? ねえ、カバンだとゴツゴツする。カバンだと。つべこべ言っていない。で、枕に入れるかな。はーい。あの子の夜間からろうにゃ。じゃあ、今度こそおやすみ、メリナ。まぼ。まびげ。まったく。ケズミズがなぎ。私はただ、一人の旅を。そう。おば。私たちが失ったものを取り戻すため。ケズミズがブラギ。私サンロ、やっぱり父親は強いな。あいつまでたってもかなわないや。オルティナノスケの家訓は強く正しくある。心の中が常にそうあれば。ジュリー、父親なんて大嫌い。欠陥品のオルティナノスケになんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。んでおお、メディナ城、この旅は大方遊び歩いていたのでは。治療地を所有する二等借地が貧しいんだ。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。私はメディナ・オルティナス。あなたの残した剣で聖豪騎士となり、必ずやオルティナノスケの汚名を注いでみせる。メディナ、おい、メディナ。あ、大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。アナミ。別に何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。ねえ、朝飯食ってからだろ。なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ。あ、た誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。悪いな、枕がなかったからしょうがなかったんで。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発。下がるの、もう一回。やったかの、セーブ。メディナ、大丈夫？え？さっきから余計な咳さ。さてと。Yeah. How about?着いた。ここがザッカリアの町。ってことはメディナとはここでお別れか。ああ、そういうことになる。おばい。礼を言うつもりはないが。おばい、メディナ。興味深い旅になったの。
素直じゃないな。またそんなこと。相変わらずムカつく男だ。それでは失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。うん、そうだね。よし、それじゃ行くか。 OK。So I checked this place. This place is easy. May I check it? Lurid's village.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 俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。俺たちは大会に備えザッカリア近くの農場に身を寄せながら、そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちは途中俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠、無事俺とユージオは共に優勝を果たし、そして入隊から6ヶ月後、帝立修剣学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。俺たちはノーランガルス帝立修剣学院の入学試験で上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級修験士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級修験士自責、歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。ユージを選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサ、ゴルゴロソ・バルト先輩。俺たちは修剣学院で2年学び、卒業後四帝国神前剣術大会で勝ち、聖豪騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。友情は幼なじみアリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修剣学院での生活は幕を開けた。修剣学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久し試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強する。ここに来てまでって？あ、いや、なんでもない。You're sleeping. それにしても未だに実感が湧かないよ、君と二人で入学試験を。でも友情はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。
おいおい、俺はこれでも友情の師匠だぜ。そう簡単に追い抜かれちゃ困るよ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でも蕎麦好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年時に上がった高等練習の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上級修験士と呼ばれる特待生、つまりえりすぐりのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば付き練士が一人、そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12、上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。なあ、でも俺たちはそば付き練士になった。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。あ、どうした友情？キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごう。って言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後、次の時告げの鐘が鳴るまでだった。ああ、じゃあまた後で。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトだ。1年間よろしく頼むぞ。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。 OK, I will see you guys on the next episode. Bye bye.